こんにちは、キエス。本日もですね、無駄遣い紹介シリーズやっていくんですけど、今日はね、カードではなくて、ぬいぐるみ。1月末にね、ポケモンフィット、宝円がね、ついに発売されたということで、ポケモンフィットって全部のポケモンをぬいぐるみにするシリーズですね。の宝円地方がね、発売されたということでね、まあ、僕はね、ゲームでもリアルでも宝円出身で、まあ今も宝円に住んでるんですけど、ゲームもリアルも、宝円出身の僕からしたらね、宝円地方のポケモンたちは好きなやつが多いんでね、もう待ちに待ってましたということでね、もう早速買ってきたんで、紹介していきたいと思います。まず1匹目。デカ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 ビビーン。ココドラ、ココドラです。ココドラといえばね、僕がね、前からも言ってる通り、最も好きなポケモンなんですけど、はい。ココドラのね、グッズがね、出るっていうのは本当にね、超珍しい、本当に。ココドラのメタルチャーム以来じゃないかな。もう、ようやくココドラのグッズが出ましたよということでね、待ってたんですけど、はい。ココドラのポケモンフィットですね。これなんかね、手足がね、ちっちゃくてね、可愛らしいですね。本当に。まあ、よかったよかった。ココドラはね、僕がなぜ好きかって言いますとね、エメラルドでね、初めてやったゲーム、エメラルドでね、最初に選んだのは水五郎だったんですけど、その後最初に捕まえたね、モンスターボールで最初に捕まえたね、ポケモンがね、ココドラだったと。ココドラのココンというね、運命のポケモンをね、捕まえて、レベル100までココドラのまま育てたというね、運命のね、出会いがあったんでね、それからココドラが好きですということで、もう、ココドラのグッズがね、出るのが珍しくて、本当に嬉しいですね。もう可愛いですね、体もお尻も、はいはい。口もね、ちゃんとついてるんだよな。はい。ということで、1匹目、ココドラでした。ただね、これ、タグでかっ、でかすぎだろ、これ、本当に。これ、どうしようかな、って感じです。一匹目、ココドラでした。よいしょ。座ってくれないや。じゃあ、2匹目いきまーす。2匹目、でか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 、じゃじゃーん、コータス。まあ、僕といえばね、まあ、コータスみたいなところもありますよね。はい。ないかな。僕は結構コータス好きなんですよ。もう、昔から好きで、亀がもともと好きなんだよ、僕。で、ゲームでもこのコータス、ずっとね、使ってきたんで、噴火させてきたんで、本当に大好きなポケモンです。最近ね、ソードシールド環境でもね、こいつね、V として登場したんで、ゲームでも、今度はカードでも使えるかなということでね、大注目のコータスちゃんです。かわいいね、この、結構ね、細かいところまでね、いい感じに再現されてますよ、ほら。縫い目とかで。甲羅も綺麗だし、で足の裏も綺麗に再現されておりますと、可愛いですね。なんかぬいぐるみコータスともうグッズもめっちゃ珍しいというか、宝円地方のねグッズがねすごく珍しいからね、本当嬉しいですね。コータスねバランス取りやすいにちゃんと立ってくれますね。はい、コードラはねなんかうまく立たないんですけど、コータスちゃんはちゃんと立ってくれるんで使いやすいな。いろいろとね、こうなんかカード開封動画とかでもこちら使っていきたいなと思います。可愛いですね。はい。なんか笑ってるように見えるね。よしよしよし。タグでかっ。次行きます。3匹目。でか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 で。じゃじゃーん。ナックラー。ナックラーもこれ足がね、座ってる感じですけど、まあ、頭がでかいんで座りはしないんですけど。よいしょ。これ切ったら座るのかな。はい。ナックラーもね、好きなポケモンなんですよ。ナックラーね、こう見えてね、攻撃の取得値100あるからね。種で。二進化の種で攻撃取得値100あるって、実は隠れハイスペック種ポケなんでね、そういうところも魅力ですね。まあなんと言っても可愛い。この目が可愛いですね。うん。進化系のビブラーバーもフライゴンも好きなんですけど、今回はね、ナックラを買わせていただきました。はい。うん、この子もなんかシンプルで可愛い。まあナックラのグッズも珍しいんでね、実にありがたい。はい。ということで、ナックラ買いました。で、実はね、僕ね、この3匹だけなんですよ、買ったの。本当はね、まあ、宝円地方僕好きな、あとメタグロスもいるんですけど、なんかメタグロスのぬいぐるみ、メタグロスごついんで、あんまりぬいぐるみに似合ってなくて、メタグロスは今回控えさせていただきました。はい。ただし、追加。よいしょ。ここから妹がね、買ったね、ポケモンフィットがあるんで、まあ僕が買ってきてあげたって言ってもいいんですけど、そのお使い頼まれたんで、妹が買った分があるんで、それも紹介します。はい。ホエル王です。ホエル王はやっぱぬいぐるみが似合いますね。手乗りのホエル王って可愛くないですか？ほら。手乗りホエル王ですよ。お尻になんかビーズが入ってる。重りなのかな。よいしょ。可愛いですね。これ、やっぱりホエル王って、まあ、
ぬいぐるみになるために生まれてきたみたいな形してるんで、ちっちゃいホエル王もまた可愛いですね。はい。触り心地もいいな。実に可愛らしい。わかるかな、この可愛さ。可愛いですね。ほら、パタ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 って。はい。ということで、ホエル王でした。はい。もう少し妹のところに行きます。そして、もう一匹。じゃじゃじゃん。ジラーチ。これも妹の方に行きます。ジラーチ、ふさふさですね。これなんか、ちょっとね、あざといジラーチですね。座るかな。この子も、なんかぬいぐるみに向いてる形してますね。なんか背中ピーンってなってる。はい。ということで、こちらも可愛らしい。こちらなんか連れて歩けそうな手軽さですね。はいはい。頭がでっかくて体がちっちゃい。なんかぬいぐるみって感じですね。はい。ということで、ポケモンフィット、方園はですね。まあ、他にもレックウザとかね、メタグロスとかね、ボーマンダとかね、方園地方はもう好きなポケモンあげたらキリがないんですけど、まあ、お金と、そのぬいぐるみがどれだけ可愛いかを、でね、僕はこの3匹にしました。こいつらね、今後ね、なんか、実写動画で使えたらなと思ってるんで、ちょくちょく登場するかもしれないんで、よろしくお願いします。マジでね、方園地方のね、ポケモンがね、グッズ化されるのがね、ほんと嬉しいですね。もうどんどん方園地方を出してほしいな、これから。うん。方園地方の応援よろしくお願いしますということで、僕は方園出身なんでね、今後とも方園を何かとよろしくお願いしますということでした。おまけなんですけど、はい、まあ、全くポケモン関係ないです、はい、最近買ったエフェクターの紹介です。 TC エレクトロニックというね、メーカーのね、なんていうのかわかんないエフェクターでございますと、はい、結構ね大きめなんですよこれ。どうだろうな、あとボスのエフェクターわかるかな、わかんないと思うんですけど、わかる人だけわかればいい。ボスのね、コンパクトエフェクターより若干大きいぐらい。あと重さかなりあるね。これ全部ね、なんか周りがね、金属プレートなんですよ。結構ずっしりくる。重たくてちょっと一回り大きめのコンパクトエフェクターでした。若干重い。で、これどんなね、エフェクトがかかるかと言いますと、ちょっと特殊なんですよ。ちょっと今まであったエフェクターとちょっと違って、これ音を、リバースに近い形にしてくれる。普通のギターの音って、ジャーンって鳴らしたら、最初のアタック音が一番大きくて、その後だんだんね、尻すぼみになっていく。ジャーンって感じの音なんですけど、これはそれを、逆にしてくれるような。んーって、わかるかな。小さい方から大きい方にしてくれるみたいな感じのエフェクトがかかる特殊なエフェクターです。まあ、正確にはね、そうじゃなくて、一番最初のアタック音を絞ることで、そう聞こえるようにしてくれてるんですけど、なんか逆再生に近いような音を出せるんですよ。しかもこれアタック音を感知してからね、発動させてくれるんで、まあ、一定のテンポで弾かなくても、テクテクテクって弾いても、それにちゃんと一個一個の音反応して、リバースみたいなエフェクトをかけてくれるんですよ。もう実にね、こんなの待ってたって感じの、特殊な一台ですね。本当にシンプルだけど、本当にこういうのあったんだって感じですね、うん、知らなかったけど、これ買ってみてね、めちゃくちゃ面白かった、うん、これ結構特殊なんだけど、意外と使いどころ多そうな気がしますね、うん、本当に実に面白いエフェクターでしたというポケモン全く関係ない話でした。はい、ということでした。いつかね、まあ、もしよかったら僕の持ってるエフェクター紹介もなんかやりたいなと思います。ということで、完全なおまけでした。ということで、今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。うわー、うわー